皆さんこんにちは。レック中小企業診断士講座一時からリベンジ十九年最終合格を目指す受講者向けガイダンスをお送りしたいと思います。いわゆる中上級向けのやつですね。担当いたしますのはレック専任講師中小企業診断士小松秀春です。どうぞよろしくお願いいたします。二千十八年のこれをねご覧いただいているところでは一時試験が終わったということになるんだと思います。 実は収録してるのはその初日8月の4日に、えー、このねビデオを収録してまして今企業経営理論の問題まで、えー、ちょっと私の方を拝見させていただいたりとかそれから財務会計のね、えー、回答なん,かあのなんかも見てるんですけどねまあ引きこも思うだろうなって思いますやっぱり科目によって毎年やっぱり難易度が違ってきたり傾向が違ってくるというのはこの中小企業診断試験避けられないところと。 いうところでねえちょっと見た限りでは、まあ、経済学はオーソドックスな問題だったのかなとそれから財務に関してはちょっと特にファイナンスが難しかったかなという印象それから企業経理論はまあ毎年のごとく私担当してます組織論はまあちょっと難解な問題が多かったかなというんですけどテーマ的には結構レックが出てた問題え出てるかなというところでなんか戦略論が例年に比べてちょっと難しくんじゃないかという一見したね そういった印象を受けてるんですが、まあ、皆さんね、このガイダンスをご覧になっている方っていうのは中上級ですから受験経験者、つまり悔しい思いをされている方ということになるんじゃないかと思います。まああのこのね、初日の三科目目終わったところで取ってますが、その他財務会計あの失礼、運営管理だとか、それから経営法務であるとか、情報システムであるとか、それから私もう一つ担当させていただいている住所だとか。 そういいいっった科目もも結構、ね、毎年難易度が変わっていて我々講師も悔しいんですとにかく皆さんやっぱりお預かりしてね信頼寄せて頂い,いているからにはとにかく一問でも多くかげて一問でも多くねあ山当てて皆さんに、ね、受かっていただきたいって気持ちでいつももちろんね授業の方進行してますしテキスト作ってますし問題作ってますしというところなんですけど皆さん本当に惜しいところで。 ね、きっと。何て言うかな？悔し涙にくれるのか？それともやけ酒に走ってるのか？えっていう思いを抑えて、今ね。なんとか来年頑張って頑張って行こう。っていう気持ちになってんじゃないかな。というふうに思います。その来年、なんとか頑張ろう。という皆さんの気持ちに応えていきたい。っていうためにレックとして用意したのが、この2019年合格学習経験者向けのパンフレットと。 いう形で今年はねこの鍵のマークいうところが一つ目標になっているのかなというふうに思いますはいもう一つこのね今回のガイダンスタイトル最終合格を目指すというふうに申し上げてますよね最終合格って1位の合格じゃないですよねというわけでレックとしてはこのね壁を突破しろっていうパンフレットねこういうふうにご案内してるんですけど あのやっぱりね、大切なのは私、これだと思ってるんですよ。二次試験対策。やっぱりね、ここ。やっぱりしっかりやっていこう。いうのが。やっぱり大切なんだと思うんですね。一時。ね。残ってしまってる。ですから、まず一時受からないと、二次に進めない。これは厳然たる事実です。ですから、一時の勉強をしっかりやらなきゃいけない。 それもその通りなんですけどでも目指すのは2次受かって最終合格目指すことですよねですので、まあ、あの今回レックとしては一時集中して頑張りたいという方に関しての一時上級合格コースも用意してるんですけどやっぱりメインなんのはこの上の赤いところの矢印この一時二時上級合格コースっていうところここがやっぱり中心なのかな。 いいうふうふに思いますですんでこの,、ね、このビデオをご覧になっている時期がどの時期かちょっとわからないんですがもし9月とか10月であればぜひ本当に一次試験の対策をある意味年内である程度手をつけで年明け燃えて、ね、でさらにやっぱり3月とか4月の時点では2次しっかり勉強してというところなんかも重要なんじゃないかな。 いいうふうふに思っています、はい、そのところを中心にちょっとご案内していこうかなっていうふうに思っています。はい、ですんでこの1次・2次上級合格コースっていうところがおすすめっていうことになるんですけどね特に皆さんねそのやっぱり例えばねだいたい毎年難しいのは経済学とかそれとか、まあ、今年はどうだったのかね。 あの回答出しのチームにちょっと話聞いてたら今年は取れたんじゃないかなっていうことはね言ってたんですけど、まあ、それは皆さん実感では人によりますしねわからない部分があります。す、は、る、い、とやっぱり診断士の試験を受けてらっしゃる方では情報システムが苦手だなっていう方やっぱり多いんですよね。ででも苦手に2種類なんです1つさっぱりりわからなないい知識量が足とう方と 勉強はしてるんだけど、得点が伸びない。いう方いるでしょだから、レックとしては実はね、この上級コースを二つに分けてるんですね。はい。上級こ合格コースとインプットプラス。で、まず一つね、ここのところで。あの目安としてるのは、一次科目、この四十点未満だった場合には。ちょっとその知識量が不足してるとか、さっぱりわからないという可能性が高いのかなということで。 このインプットプラスをねプラスすることをお勧めしてます。40点以上取れてる場合にはある程度基礎の学力はあるんじゃないかな。でプラス何をプラスするのかっていうと得力ですよね。だから得力って何なんだろう。そこからちょっとお話し,しましょうか。2次合格コースねあのインプットプラスで1,2位2次の上級コースってこのインプットプラスここの部分を抜いたものになりますよね。 ちょょっと拾いましょうかね、はい、ですんでこの1次上級コースと2次上級コースを足したものが1次上級コースなんですけどでさらにちょっとね見やすくするためにっていうのもありますしもしかして1位に集中して勉強したいなっていう方もいらっしゃるかもしれないんでちょっと1位の上級コースねいうところなんかをちょっとね見ていただくと余計に分かりやすいのかなと思うんですけどこちらですね。はい、この 一時上次コースのポイントまず秋口に過去問解放講座がやってままいります今回残念ながらねちょっと解ききれなかったな点数届かなかったなってことに関する問題の解説ですね皆さん解き直していただいてすぐに解説という形の「過去問解放講座」それから一次テーマ別答練の基礎編基礎レベル編これをまずやっていきます。こ、はい、これをやることによって ある程度の基礎固め問題をしっかり解いていただくという練習します。はい。でその後一時テーマ別討論の応用レベル編これがねまあ来年来るわけですね。それからフォローアップ編中小私中小という科目担当してますけど中小の場合は法改正必ずそれから予算によってのなんて言いますかねその新しい制度なんて加わりますんでそこはギリギリ5月ぐらいのタイミングでリリースするということになるんですがそのフォローアップ編っていうのも中証をしていて何が言いたいのか。 この一次ステップアップトーレンと1のファイナル模試これを足して1科目150問徹底的なアウトプットということをやっていくわけです。つまり得点を取るためには問題を解かなきゃいけないですよ、ね。よで得点が取れない知識があるのに問題が解けないということはどこに問題があるのかっていうと 解き方方ががわわかかからないまたは知識の生かし方がからないそこを何とか突破するためには何といっても演習でしょで特に一番最初に悔しい思いしたところからスタートですから「格紋の解き方」これを一時解放かね「角紋解放講座」でしっかり勉強していく「こういうところはポイントなんですね」「解き方として」でそれをやった後今度はレックの定評あるねえー、トーレン。 オリジナル問題等で、えー、そここのところ知識をただねあ,のあるだけじゃなくて解ける力をつけていくということを中心にやっていきます。でプラスちょっとこの科目については40点いかなかった40点から59点の間の方はこの上級コースの解く力っていうのが大切だと思うんですね。ところが40点切ってる場合はもしかするとベースの知識は足りないかもしれませんね。じゃあ ベースの知識が足りない方どうしたらいいかっていうとこのインプットプラスいうところでこのベーシック講座とベーシックトレンというところを加えていただきましょうというところですでもう一つポイントとしては皆さん当然ね上級者の方に関しては科目を合わせていらっしゃる方多いと思いますので科目選べます全科目取る必要は全くないわけですねだから必要があるところをしっかり解いておいていただきたいなっていうふうに思っておりますはい でですのでこのカリキュラムについてはこここのののインププッットプラスの場合にはこのベーシック講座がいいているということですね。で特にこのベーシック講座の場合にこの財務会計経済学それからあれですね企業経理論運営管理については2人の先生が実は Web とかビデオあれですね DVD では実は出演されていて同じテキストの中身を2人の先生が紹介するなんていうねそんなシステムを捉えています。 これ後藤先生と金城先生の顔写真ですよね。ということですけどあれですねこれ木を経理るようとか本当効豪華ですね。レックの看板講師2人が教えてるということになってます。はい、そしてレックのもう一つインプットプラスのいいところで言うとこのね、えー、ベーシック講座に関して言うとこの隙間時間が使えるというとこありますね。去年学習しした人はもうう分かっってらっしゃると思うんですけど ワンテーマ十五分という形でね、本当隙間時間電車通って練習できる。いうところがありますので、ぜひ人ね、そこら辺を。しっかり勉強していただきたいなっていうふうに思っています。それからですね。中心になります。一時過去問解法講座。ここに関しては、ね、普段の一応レックの答練なんて言いますと。普通問題解いて六十分問題解いて、その後。八十分解説って多いと思うんですから。この過去問。解法講座に関しては。 実は70分70分分問題解きながら講義を行うみたいな形でやってますからね、はい、ですのであくまで開放講座という形になりますんでね、はい、で一方テーマ別答練の場合には基礎レベル編応用レベル編ってありますがこちらは60分皆さん演習していただいてその後に解説講義を80分行うというレックおなじみの答練の方式で行いますよということになります。 それからこのね一時ステップアップ模試に関してはゴールデンウィーク最後のタイミングそれから一時ファイナル模試については67月のところにまたがる試験1か月半前2か月前ぐらいのタイミングでねこのファイナル模試って行われます、はい、そういった形でねしっかりあの本当練習していただくといいのかなというふうに思いますこのねまず一時科目が受からないと始まらないよっていう方に関しては ね、この1位上級インプットプラスそれから1位上級合格コース1次位位上級コース、ね、合格コースこれおすすめです。とい,ししいう気合の下でで、ね、皆さん送ってると思う、ね、おそらくその思いしてると思いますし何科目かでも1科目でも2科目でも科目合格してるまた3科目4科目受かっていて残り3科目だっていう方は 二次の勉強しないともったいないということになりますよね。ですので二次の勉強に関してしっかりやっていただきましょうというコースがついているのがこのね二次上級合格コースということになりますね。はい。できればベーシック講座から受けていただけるといいかなと思います。池袋では一月新橋とか新宿で二月あたりに行われるケースが多いんですが、このベーシック講座っていうところで二次の解き方をしっかり勉強していただく。 その後、ベーシックトーレンというね。事例1。事例に事例3。事例4の事例をまず1回解いてみる。そんなに難しくない。レベルの問題を解いてみる。これをまずやりますで、その後2次ステップアップ講座と2次ステップアップトーレ。ン。これはある意味試験レベルです。というのは、このステップアップの2時っていうのは受けられている方っていうのは上級者のみなんですね。ですから、1回受験されている方とかっていう方がほとんど。 またはね1時からリベンジで2年目の1の学習している方が受けるという形になりますからレベル感高いですからね。それから結構これがおすすめです2次厳選過去問アプローチ講座やっぱり過去問っていうのがすごく大切になってきますからこちらも実は1次と一緒で解くという力これ大切ですからねここやっていただく。でプラス「事例を集中トレはい なんといってもこれ後藤先生も実はねご挨拶の中二次の解き方ってことで実は書いてらっしゃるんですけどしょこの後藤先生のご挨拶これ14ページに書いたんでぜひこのパンフレットを取り寄せてみて頂ければいいかなと思うんですけどねやっぱりその受かるためには二次受かるためには事例4これポイントになっていくんですね。 高得点を取った受験生の合格率圧倒的に高いですので財務の不安解消これがポイントだと言ってるんですねですのでこの事例4集中等連すごくやっぱり力がつきますはいですのでこの事例4集中等連についてはここに説明出てるんですけどねはい事例4は苦手とする受験生が多い一方で学習より比例して実力が伸びやすいですので基礎レベルから応用レベルまで行えますよということで8分の練習の後休憩10分その後 講義60分という形でお送りしていきますよというところで事例四集中答練。これをある意味4月開けたとね。勉強することになると思います。5月ぐらいのタイミングですかね。五月。はい。もし財務会計のこの一時を落としてしまった方なんかも。この事例四集中答練やっときますとかなりね。高いレベルの勉強はできるということになりますね。いいんじゃないかな。というふうに思います。はい。ま一応こんな形で、その後。 集中等練終わりますとあの時期的にはもう5月6月という時期になりますからその後は基本一次試験頑張って受かっていただいて二次アドバンス二次アドバンス登連は一次試験終わった後とそしてファイナル模試を通過して二次本試験に向かうといったようなスケジュールになってます。はい、繰り返します上級者ののの方方方回回目目来年2019年は 二次試験まで受けて合格するってイメージを持って学習していただきたいなというふうに思ってますで、特にレックの二次すごく定評あるんですねどんなところ定評あるかって言いますとこのやっぱり一貫性を重視して細切れで勉強するんじゃなくて1問2問3問4問というねやっぱりその組み合わせて積み重ねていくっていうその一貫性 そしてスウォット分析とかも含めてちゃんと分析をしてこの企業の強み弱みそれから外部環境の機会と脅威これをちゃんと分析した後問題点を深掘りして方向性を立案するというこのね事例整理シートこれも実はね9月直前期8月9月だとなかなかやることできないんですね。ところが 2月とか5月とかに勉強される方っていうのはここの部分しっかり3月とかに勉強される方はここできるわけですねですので是非このね「設問構造図」っていうね言われてるこういう1問2問3問のそういった構造を作るやり方であるとかそれからこのね事例整理シートなんていうところは是非ねこのベーシックとかステップアップ講義の中でやっていくことが多くなると思いますんで是非是非こういうのを利用していただきたいなと思います。 一時テーマ別討練それから過去問解放講座でそれから二次なんかも添削あれです、ね、通信ありますこのビデオをねあの本当にあの東京地区大阪地区名古屋地区でライブ授業ありますけどそれ以外の地区でご覧になっている方そうすると添削ってことになると思うんですけど二、はい、次の試験の場合には教室に来ていただきますとその担当講師が基本的に添削がします。ですから ね、講義のポイント行った後ねさらにその後えここがちょっとあれだったねっていうことで皆さんにコメントが返ってくるということになると思うんですがもし2次試験のね、えー、添削これを通信で受けている方その方に関しては実言うと2次の収録をしている講師っていうのは問題を中心で作成しているリーダー講師これが授業に立ちます。で添削は いろんな講師がその一例一なら事例一、事例四なら事例四、事例二、事例三、それぞれ得意な講師が実はね、担当するんですけど、この、ね、例えば、本当丁寧に添削されてるのを見て分かると思います。これ11ページパンフレット出てるんですけどね、こんな形で添削されますからね、答えに関してね。はい、結構こうやって親切に書いてあるでしょ、はい。で、ここよく見ていただきたいんですけどね。 なんでこの、ね、ガイダンスを私が担当しているかっていうと実はこうやって2次の添削これ私が実際にやった添削がねどうやらこれ使われてるんですねだから小松って書いてあるんですけどね。はい、ですのであの私小松もこの2次の添削であるとか事例1か事例4が皆さんにお会いするとすると多いかな事例4が特に多いんじゃないかなと思うんですけどねそれとか中小のテーマ別答練これ1位の方ですね。 中小テーマ別討練それから解放講座なんかは私が担当させていただきますですんでねあのこういった形で通信でお会いになる、ね、通信制でお会いになることも多いんじゃないかなというふうに思います熱熱く熱くいきます、まあじゃあ教室のはどうなのっていうと池袋担当はこの写真載ってるあれです、ね、金城先生グループディスカッションで理解深めましょうってなってますねそして新宿校は中心大場先生 熱く熱く、ね、皆さんに、ね、加わって、ね、やっていくという形になる先生ですよね。はい、それから関西地区それから名古屋地区、ね、こちらの方もちゃんとねこうやってご紹介があります。はい、さらに通信制の場合には通信なりは黒川先生ということになりますからね。 この黒川先生が二次試験を大体統括してまとめられてますので開放講座は黒川先生が中心に収録されるんじゃないかなというふうに思いますはい、こういった形でレックのある意味総力を上げて皆さん受からせますはい。ですのでこの通学講座の方は金城先生それから後藤先生それから新宿の L は大葉先生ということになってこのね三人のまあ、ある意味力強い講師が皆さんバックアップ こういった形で皆さんとにかく最後まで受からせる受かっていただくこれをやっていきますからね。はい、じゃあもう一回ねこの確認をしておきましょうかね1位2位上級合格コースってこういうふうになってますよということでね、はい、まずは40点を超えてる方でも60点取りきれなかったよっていう方はこの1位上級コースおすすめです。 過去問講座テーマ別討練の基礎編それからステップアップ全国模試それから応用レベル編のテーマ別討練とフォローアップ編プラス一時ファイナル全国模試これで150問以上の問題解きましょうっていう上級コースただ一時でもし40点切ってしまったいわゆる足切りというものにあってしまった方に関してはインプット大切です。こちらは一時ベーシック講座それからベーシック討練がついているインプットプラスこちらの方もセットで、えー、ね 受けていただくといいのかなと思います。プラス二次上級コースです。はい、繰り返しいますが一日だけでは時間が余ります。それから財務会計、それから、えー、組織論、キーを消えるのですね。それからマーケティング、これもキーを消えるのですね。それから運営管理、これは財務さん、あのすみません事例さんに繋がりますね。こういったものをね。 一緒に勉強されている方、この二次上級コースの勉強もいけるんじゃないかなってところもあります。はい、是非ね。この二次上級コースセットで受けていただけるといいかなというふうに思います。はい、ベーシック講座二時のね。ここでレックレアのやり方を勉強します。そしてベーシック答練で簡単な二時の解き方を勉強します。で、特に上級者の方ね。ここがポイントですよ。このね。2次ステップアップ講座と。 それから2次ステップアッププアこれによって、ね、他のまだ受験したことない受験生ストレート合格のやつに負けるなっていう気持ちになるためにはこのステップアップ講座ステップアップ討練が大切ですからねここで差をつけていただきますですのでここの討練講座は試験レベルというところを目指していくということですね。で2次ステップアッププア全国模試 ここではやっぱり上級者の当練、これゴールデンウィークの1週間後にだいたい行うことになるんですが、まあ、こちらの方も上級者のの中で戦っていかれてアチーブメント自分の位置がどの程度にあるのかなっていう到達実なんか見るのに使っていただきたいと思います。それから二次厳選過去問アプローチ講座全12回によってまあ主な過去問そういったところの解き方を勉強していただく。そして。 事例要は苦手にするわけはいきませんからそこの部分をしっかり勉強しましょうという集中トレンここまでを要するに、ね、夏前に終わらせるというところがポイントです実際問題として夏過ぎてしまう、ね、今の時期過ぎてしまう8月の頭過ぎてしまうと77 days なんて言い方しますね11週77日間しかないここに二次の対策をいかに少なくして。 で最新の情報なんかを元にして受かるための、ね、勉強をするかっていうのが大切だいうことになってきますんでこの前が結構重要ここまで。で一次試験終わった後はアドバンス講座とアドバンストオレンそして二次ファイナル模試これによってしっかり二次試験の対策を取っていただいてであとこちらので解いた問題とかのもう一回解き直しとかねやっていただくことによって皆さんを合格レベルまで持っていきましょう という全てこの一位二次対策の特に問題解くところでやっぱりその苦手って方はベーシックの「東連」のビデオなんかもついているコースこれが一位二次上級コースということになりますんでこちらの方でぜひね知識の方とそれから実際に解く力っていうのを身につけていただきたいいうふうに思っております。はい、本当に私は どうもね本当にレックの講師陣ってすごく、まあ、他校でどんな内容をやってるかっていうのは、まあ、私他校に受けたことあるから、まあ、受験生時代もう古くなりましたけどねそのうちに変わりますけど、まあ、最近はレックの先生ですから他校の状況はほとんど分かりませんがただ受講生さんから、ね、あのレックに流れている方の話聞くと「レックの先生は親切ですね」「熱いですね」「フェイストフェイスですね」という声をすごく聞きます「親身ですね」 我々はまさに向けけてて事業をやっいるわけじゃないんですね今皆さんビデオ見てる皆さんがどうやったら受かるのかっていうことを真剣に考えて当然事業もも展開ししててますし問題も作ってますす問題作っそういった思いを持って問題作ってるんですよっていうことがねすごくおそらく受けてる皆さん感じていただけてるんじゃないかなというふうに思うんですね。ですから本当にあの本当事業の人一人一人の先生事業は本当に熱く熱く。 お送りしてますよねで特に今の時期から勉強すればこういったグループディスカッションとか先生と生徒のそうやってね何ていうか少人数の中での触れ合いっていうのができる通学鉄ですとね通信でも本当に熱い添削が取り交わされますからね是非本当にこの時期に今皆さん受けてる時期になるべく早く受けていただいて早くスタートすること。 とにかく8月の来年2019年の8月の試験より一歩でも一人前からスタートしてで1位、2次の対策をしっかり8月までして1位の科目の合格を7科目揃えてでとにかくそこからまたもう一回用意ドーンって切られるのは2019年の8月の1次試験終わったタイミングですよね。そのの時点で用意ドーンっってて合法が乗った瞬間に、もう一歩リードしてる他の人よりね。 そういうふうにして二時も一気に合格するいうところを目指していただきたいなっていうふうに思っておりますですので我々的にはこのねご説明するのはよいしょこの1次2次上級合格コースね特にちょっと苦手科目ある方は苦手科目のみインプットプラスを足していただくという形が一番お勧すすめのコースになってきますこのビデオをご覧になっている方はね ほとんど1次科目は残ってる方っていうことだと思うんですけどもし1次科目はもう終わったよまたはもう1科目程度しかのち2科目しか残ってないからまあそこは大丈夫だよって方は2次上級合格コースだけでも受けることできますただこのパンフレットは基本的には、ね、1次も受ける方中心ということになりますからねそちらの方をちょっとね中心にご紹介するという形でお送りしてまいりました。はい、とににかくあの本当に 悔ししいい思いをした、ね、皆さんのために我々最後の最後まであの最終合格までお付き合いさせていただきたいっていうのが我々レック後進としての願いそれからスタッフ一同そう思っておりますのでこれが通学新宿に行くそれから新橋に行くまたはあれですね池袋に行く大阪梅田に行く名古屋駅前に行くその方プラス 通信でで全国で受けられる方その方一人一人に関してねやっぱり皆さんと向き合ってやっぱり事業を展開していくっていうのが我々レックの講師人それからスタッフですからねとにかく頑張って最後までいきましょう最後までというところねタコで受けられた方もレックで生まれ受けた方ももう一度やっぱり気を引き締め直して問題をたくさん解いて で問題解くときも単に解くっていうだけじゃなくてその解説を読み込んで,で分からなかった選択肢に関して不正解の選択肢についても周辺の情報までしっかり取った上でどんな問題が出てきても対応できる力応用喜そういったものも身につけていただいてあの本当に二次試験に進んでいただいて二次も2019年一発で受かるということを考えていただきたいなっていうふうに思っております。 はいそのためにねこれから我々ね本当に一次試験ちゃんと研究して皆さんに的確な情報を提供できるようにそれからねこんな問題出るよってことがこの今の状況から予想できるものについてぜひあのそういったね情報なんかも最後の最後まで提供したいなというふうに思っておりますぜひレックの教室または通信のね web の前または dvd の前で皆さんにお会いできる日を楽しみにしておりますはいそれでは レック中小企業診断士のガイダンス1時からリベンジ19年最終合格を目指すこれでおしまいにしたいと思います。皆さん19年は最終合格ですよでは教室またはネットの前または DVD のプレイヤーの前でお会いしたいと思いますそれでは失礼いたします。